ねえ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 。ちょっと聞いてください。月経カップが夜、漏れなくなりました。ようこそおいでくださいました。ようこの部屋へ。以前こんな動画を出しておりまして、結構困ってたんですよ。夜だけ漏れるっていう人結構いて、口コミとかブログとか SNS とか読み漁ってたんですけど、なかなか解決しなかったんですよね。柔らかいカップを使ってもダメ、硬いカップを使ってもダメ、サイズも関係ない、容量の大小も関係ない。もう私どうしたらいいのって。これしかも私は月経カップを使い始めた時から漏れているわけではなくて、ある日突然漏れるようになったので、間違いなく体の変化だと思うんですけど、超厄介。残念ながら原因究明はまだできておりません。でも漏れなくなりました、この子のおかげでね。そう、このフルムーンガールのガチレビューは今別で作成中なので、もうしばらくお待ちいただきたいんですが、今日は別件でフルムーンガールを使うことで夜漏れなくなったよというご報告と、夜に漏れる一般的な原因を紹介します。夜漏れる原因は大きく分けて2つあります。1つはサイズ違い、もう1つはカップと子宮口の位置関係です。サイズ違いが原因で漏れている方は、大きめの直径のカップを使うといいと言われています。当たり前ですけど、寝ている時というのは体全体がリラックスしてますよね。これは骨盤底筋も例外ではなくて、骨盤底筋がリラックスすれば膣も緩みます。昼は全く漏れなくて快適だけど、同じカップを使ってもなぜか夜だけ漏れるという方は、こうした理屈で起こり得ます。子宮口というのは人によって向きが様々なんですね。あっち向いてたりこっち向いてたり、もういろんな方向に向いてるわけですよ。でもなんで子宮口の向きによって漏れたり漏れなかったりするのかっていうのを簡単にご説明します。久々登場、子宮口代わりのビューティーブレンダーちゃんです。今右向きで寝ようとしています。はい、ここでちょっと楽させていただきます。あ、せーの、ドン。もう編集最強。今これ右向いて寝てます。普段立っている時の子宮口とカップの位置関係というのはこうですよね。でも今は右に向いて寝ているので、こうなってます。この人の子宮口が左に傾いてるとするじゃないですか。膣がリラックスしているところに重力はこっち側に働くわけだから、カップが Oh, who's in emergency? もしかしたらカップが右側にずれたりとか、右側に傾いたりすると分かりますよね。この隙間から漏れそうじゃないですか。もしこれで漏れる人は左向きに寝たり、まあ、カップはこうなりますよね。あとは挿入するときに心持ち左に傾けて入れると解消する場合があります。もっと言うと、子宮口の傾きが原因であれば、どっちに傾いていようと子宮口とカップの位置を離してあげれば解消する可能性が高くなります。今紹介した2つの原因、ああありえるかもねって感じなんですけど、途中から漏れるようになった私のように、原因が謎でかつ上記2つでも解消できない場合は、フルムーンガール R か L が有効かもしれません。今ちょっと分かりやすく水入れますね。今ね、これだけ水が入ってますけど、やっぱフルムーンのすごいところって、このね、やりすぎ感のあるリムなんですよね。よいしょ。この水が入った状態で、ほら、これ普通のカップじゃありえないですからね。わかります？リムがもう完全にストッパーになってるんですよね、漏れないための。あ、しまった、パソコンが。ちょっと濡れてますけど、すいませんね。まあ、今お見せしたように、このリムがね、寝てる間にものすごい味方になってくれてるんだと思います。これでまたね、安眠できるようになったんですけれども、何度も言いますが、原因は分かっていません。なので、この原因究明まだまだ続きます。1ヶ月以内にスーパージェニー2を使って夜寝てみますから、これで漏れるか漏れないかで、また新たな展開が見えてきます。その時はまた動画にてお知らせいたします。ほんと夜漏れるって厄介よ。当チャンネルでは月経カップに関するマニアックな情報からお役立ち情報まで発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。
またツイッターや Cups with You という月経カップ情報サイトも運営しておりますのでお立ち寄りください。今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。 Choose your cup, choose your life. Bye. 床まで行ってるやん。いやこれ絶対やると思ったから準備してたけど、やっぱこぼすとなえる。